今日は新米を買ってきた。ササニシキという冷めても美味しいお米の品種で、今日はおにぎりを作っていく。 180g を3カップ、小さいおにぎりが約14個分作れる。お米を洗う。お米を洗うことを研ぐという。ここで美味しいお水を使うのがポイント。優しくお米を潰さないように洗い、お水を捨て、この工程を2、3回繰り返す。 520cc のお水を入れる。新米は水分量が多く含まれるため、普通のお米より浸水のお水は少なめ。深めのお鍋ならどんなお鍋でもこうやってお米を炊くことができる。30分浸水。浸水させてる間、次にお味噌汁の準備。まずはわかめを戻しておく。塩を水で洗い流したら、水に5分間ぐらいつけておく。長ネギも小口切りに切っておく。この定番のわかめ、長ネギ、油揚げ、お豆腐で、今日は新米に合うお味噌汁も一緒に作っていく。油揚げも千切りに切っておく。この油揚げは大豆からできている。油揚げと長ネギは最初から入れると油っぽくなってしまったり、香りが飛んでしまうから、食べる前にお味噌汁に入れる。次はお豆腐を角切りに。お味噌汁に使うお豆腐は主に絹ごし豆腐と木綿豆腐2種類がある。今日使うのは絹ごし豆腐。2つとも豆乳から作られるが、木綿豆腐は水分を絞る。絹ごし豆腐は水分を絞らない。なので柔らかく食感が滑らか。このままお醤油をかけて食べても、サラダにのせてドレッシングをかけて食べても美味しい。切り終わったら、そーっと優しくお鍋の中に入れる。事前に鰹節と昆布で取った出汁をお鍋に入れる。火をつけて一旦沸かす。水につけていたわかめがそろそろ塩が抜けたようなので水分を絞る。わかめはお味噌汁に入れるとまた広がるので、少し小さめに切っておくと食べやすいかも。30分経ったので、ご飯のお鍋に火をつける。最初は中火で。ご飯を炊いている間、だし巻き卵の準備。だし巻き卵は卵焼きと似ているけれど、だしが入っている分食感が柔らかい。出来たて熱々をいただくのがおすすめ。だしを 100cc、 塩小さじ2分の1、砂糖小さじ1、醤油小さじ1。よく溶けるように混ぜる。新鮮な卵を5個割り入れたら、黄身と白身がよく混ざり合うように切るように混ぜる。鍋の蓋がカタカタしてきたら弱火にして12分。これは去年の冬に仕込んだ自家製のお味噌。とっても美味しくできたので、少なくなってくると寂しい。火を止めたお鍋にお味噌を溶かす。仕上げにほんの少しだけ塩を入れる。このほんの少しのお塩で味がしっかり整う。お味噌汁完成。
次はおにぎりの中に入れる鮭を焼いていく。今回使うのは鮭の釜といい、鮭の顔側に一番近い部分。焼いてこのまま食べるのはもちろん、おにぎりやお茶漬けに使っても美味しい。皮もパリッと焼いて一緒におにぎりの具にする。蓋をして両面じっくり焼いていく。魚を焼いている時ってとってもいい香り、お腹が空いてくる香りだ。美味しそうにこんがり焼けたので火を止める。次はだし巻き卵を巻いていく。この銅製のお鍋は食材にムラなく火が入る。少し多めの油をフライパンに入れたら、油がフライパンになじむようにフライパンを動かしていく。フライパンがよく温まったのを確認してゆっくり卵を入れていく。先ほどの分量でだいたい 3,4 回卵を巻くことができる。卵の気泡を箸で潰しながら奥から手前に巻いてくる。ここで鍋の角を使い形を整える。巻いて端に寄せたら、クッキングペーパーに油を染み込ませたものをその都度フライパンに塗っていく。この作業を忘れると卵がくっついてしまう時があるので重要な作業。最後の一回、どうかうまく巻けますように。なんとか成功。最後に形を整えていく。今日は8等分に切っていく。お皿に盛り付けて完成です。いよいよおにぎりを作っていく。自家製の梅干しとお塩、先ほど焼いた鮭の釜、海苔、定番の具材でおにぎりを握っていく。12分タイマーをかけてガス台から下ろし、15分ぐらい蒸したお米、おいしそうに炊けたようだ。鍋の端から切るように混ぜる。お米がくっつかないように手にお水をつけ、手のひら全体に塩をつける。日本料理では塩加減を塩梅といい、おいしいおにぎりを作るにはとても重要なポイント。次は鮭おにぎり。何が入っているか分かるように上にものせる。ふんわり握るけど形が崩れないおにぎりが美味しい。シンプルなものほどなかなか奥が深い。一つずつ海苔をつけていく。
これで全て完成。お味噌汁にネギと油揚げを入れて温める。さあ、お腹が減りました。ご飯の時間です。The usual day is over today. Thank you for watching. I will see you next time.